はい、皆様こんにちは、こんばんは、てるてる百貨店てるかいざです。はい、今日はね、またね、漫画誌のレビューになります。まあ、何買ってきたかというとね、こちらになります。週刊少年マガジンになります。なんでこれ買ってきたかというとね、まあ、久々のね、沢口さんの、まあ、関東グラビアになりましたのでね、購入してきました。で、今回はね、週刊、週刊の漫画誌になるので、まあ、特別にね、まあ、付録とかないんでね、まあ、今日は単純にね、開封レビューという形になります。まあ、なんでねこれやってるかっていうとね、まあ、漫画誌のねこのね、関東グラビア、あの電子版で無料立ち読みとか、あとはね、まあ、あの最近コンビニとかでね、漫画誌置いてあるんですけど、まあ、あの立ち読み防止でね、ここあの剥がせる、セロハンテープ貼ってあってね、まあ、中身見れないという形になるとね、まあ、購入しようかしないかのね、判断がね、ま、迷う場合がありますので、ちょっとね開封レビューという形で軽くさせていただきますのでね、まあ、購入の、参考動画にしていただければなと思っております。まあ、あくまでもね、開封レビューなんでね、まあ、そういった点で、見ていただければなと思っております。はい。で、今回買ってきたこの週刊少年マガジンに関しては、39号になります。はい、39号になりますという形ですね。はい、じゃあ見ていければなと思っております。今回ね、表紙ね、はい、および、関東グラビアは、沢口愛香という形になっております。久々の、登場かなって感じですね。はい、じゃあ早速ねめくっていきます。半分はね広告になっているので、こんな感じでお見せします。はい、1ページ目はこんな形になっております。今回8ページって形になってますんでね、まあ、まあボリューム的には多いのかなって感じですけど、まあね、そんな感じで見ていただければと思っております。はい。で、これ事前に私は見てるんでね、中身わかってるんですけど、今回ね、まあ、こんな感じの、今までのね、フォトグラフ的な、関東グラビアになっております。まあ、いつもだとね、こちらの1面使ったり2面使ったりっていう形になるんですけど、今回はね、今までなのか、まあ、今回のね、取り下ろしを全て載せてる感じの、こんなねフォトグラフ風になっております。はい、これ2ページ3ページ目ですね。はい、続きまして、ね、ちょっとね、まあ、漫画誌なんで薄いんでね、間違えちゃめくんないようにね。はい、次のページになります。こちらは1面使ってますね。はい、続きまして、ね、次はこちらですかね。はい、はい、続きまして、最後ですね、こちらですね。はい、半分ちょっとね、漫画になっちゃってるんで、こんな形でお見せします。で、当然ね、今回も、これはね、サイン入りのチェキがね、プレゼントになっておりますので、欲しい方はね、電子版ではなく、紙面でご購入した方がいいかと思います。はい、以上となります。今回ね、ちょっともう一回チラチラお見せしますけど、まあ、表紙はね、こちらでね、ね、こう一面ですけどね、一面使ってという形と、あとは、次がね、こんなフォトグラフ風になっているのと、こちらはね、また一面と、さね、三つほど並んでいるのと、次のページが、ちょっとね、これ薄いんでね、気をつけた方がいいですね。はい、破けないようにね。で、こちらになってるのと、はい、もうね、沢口さんはベテランになってきてるんでね、ね、安定の、ね、今回はフォトになってるのかなって感じですね。はい、こちらになっております。チェキがね、なんか ① ② って形でね、2の方がね、クオカードですね。① の方が、サイン入りのチェキ、② の方が、クオカードという形のね、2種類のね、プレゼントになっておりますので、ね、ご興味あれば、見ていただければと思っております。
はい、以上となります。はい、今回は、週刊少年マガジン39号の、関東グラビア、沢口さんの開封レビューさせていただきました。はい、こんな感じでね、まあいろいろやっておりますんでね、まあよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければね、高評価お願いします。こんな感じで開封レビューやっておりますんでね、引き続きご視聴いただければと思っております。はい、以上となります。てるてる百貨店てるかいざでした。バイバイ。